はい、こんにちは、ノクタマンです。いかがお過ごしでしょうか。今日はまた川崎にやってきています。遠征ゴーライドフェスティバルのイベントで、寺澤浩一さんの40周年記念&バースデイイベントで、スペシャルセッションがあるんですけども、それで声をかけていただき、ドラムを叩くことになりました。まあ、ギリギリチョップ1曲だけなんですけども、頑張っていきたいと思います。まあ、寺澤浩一さんはですね、ビーズファンだったらご存知だと思うんですけども、シングルのギリギリチョップのベースを担当されている方で、実際に拝見するのは初めてで、しかも演奏も一緒にするのはもちろん初めて、非常に緊張しております。頑張ってぶつかっていきたいと思います。今日ね、本当やばい暑さですよ。今ね、iPhone の時計で35度。ちょっと荷物紹介しますかね。今 DJI の Action 3で撮影してます。これがネックバンドですね。電車の中では不審がられるのでカメラだけ外してます。メトロノームですね。クリック。これタマの電池で動くやつで、ギリギリチョップ117ですね。もうこれは練習済みです。まあ、これでヘッドホンで聞きながらちょっとやってみようかな。途中でずれたらそれはそれで。あとスティックワックス、あとヘッドホン、ペダルとスティックだけ持ってきました。あとはね、パールのデーモンシリーズのダイレクトドライブです。まあスティックは2つぐらいでいいでしょ。1曲だけなんで。ビーターはダンマーの使ってます。まあ一曲だけなんでね、あっという間ですよ、多分終わるの。はい、今日は DJI マイクをここにつけて、ちょっと歩きながら撮ってますけども、どうでしょう。風がね、ちょっと時折強いので、ウィンドジャマーをつけてやってます。息どっちだろう。すごい熱気だね。こっからさらに。ライブハウスの暑い中に突っ込んでいくという、なんか2週間ぐらい前も来ましたね、ここね、ブーズのライブで。その頃と気温が全然違うんですけど、この DJI のホリゾンタルスタビライザーって言って、ちょっとこう傾いても水平維持してくれる機能があるんですけども、これがめちゃめちゃいいですよね。なんかジンバルいらなくなっちゃうっていう話もあります。うわ、すごい空も綺麗ですよ。そうそう、9月のブーズ 2days ライブあるんですけども、11月にまた決まりました。ちょっと後でお知らせしますけども、初代ドアーズで、コピー版イベントでやります。セルビアンナイト、はい、皆さんこんにちは。セッション後のノクタマンです。無事終わりました。ギリギリチョップのセッション素晴らしかったですね。ギターが桑田さんで、ボーカル慎吾さんで、急遽キーボードに三四郎さんが入ってくれて、ギリギリチョップで、三四郎さんとはセッションで一回ギリギリチョップやってて、で、慎吾さんと桑田さんは、御徒町のビーズセッションでお会いしたことがあるんですけども、ステージでは初めてでしたね。そして、ベースの寺澤さん、もうすごく物腰の柔らかい方で、
もう全然緊張せずに思いっきり演奏することができました。でやっぱりこういうプロの方との機会は本当に貴重ですね。本当にありがとうございます。でですね、やっぱりこう音を通じて会話するっていうのがやっぱり演奏だとありまして、特にセッションだと、まあリハーサルもないですし、まあサウンドチェックももうないに等しい、ぶつけ本番で曲をやるということなので、まあ緊張感がすごいんですけども、まあだからこそまあいろんなマジックが生まれたり、まあ化学反応が起きるわけですよね。もうとにかくプロの方の演奏はまあ今回の寺澤さん、あと三園さんもそうですけど、まあベーシストの方とご一緒することが多いですが、やっぱドラマーとしてはやっぱり包容力がすごいあるんですよね。でその包容力っていうのはちょっと言語化っていうのは難しいんですけども、もちろんそのプレイヤーによって違いますし、まあ今日の寺澤さんの感想だと、まあ優しく手をつないで連れて引っ張って歩いてくれてるみたいな感じなんですよね。でまあその中で僕らアマチュアっていうのはいろいろやれることを許されてるっていう、そういう包容力を感じます。でまあドラマーとしてはまあとにかくテンポキープを一番に考えながら、やっぱりクリックはちょっと外せないと思いまして、まあクリックをつけながらやりました。まあブーズで打ち込みをやってますので、動機を使ってますので、まあクリックに関してはまあ興奮した状態でもずれることなく慣れて演奏することができてます最近は。いでまあ今日のセッションでもどうかなと思ったんですけども、まあ結構安定して演奏できたので、まあ良かったなと思います。まああとはやっぱりこういろいろ言葉を交わすより一曲ガッと4人でやるといろいろ分かり合えるようなことがあると、すごく楽しい時間を過ごせました。まあマジックがいっぱい起きましたよね。イントロ A メロ B メロ、もう本当にベースソロも素晴らしかったし、まあちょっと公開できないんですけども、まあセッションの画像っていうのはまた主催者側からいただけますので、まあそれを見ながらまた改めて楽しんで、まあ反省点があると思うので次に生かしていきたいと思います。はい、ということで、寺澤浩一さんとのギリギリチョップセッションイベント無事終わりました。ノクタマンでした。じゃあまた会いましょう。バイ。